一人で上手上手上手来た。ついにこの時が。減らないな、大丈夫よし、減らない、よっしゃ上手だ。やっと成仏したね、あの死に損ないが。これからは僕のターンだ。はい、というわけでどうもこんにちは、岩下スティーブンです。つまり何が言いたいかっていうと、チャンネル登録者数が3万人を突破しました。ありがとうございます。画面叩いちゃった。これも普段よく見てくれてる視聴者の方々、そして最近登録してくれた皆様のおかげです。過去の動画を見返した感じだと、チャンネル登録者数が1万人突破したのが2017年の4月28日、まあ1年以上前だね。1万人突破してから約11ヶ月後、2018年の3月7日に2万人突破しました。そしてそれから半年の同じく2018年9月16日に見事登録者数3万人突破したと。なんか半年も1万人増えるスパンというかが短くなってんだね。結構びっくりだ。これからもね、特に今までと変わらず、もう不定期に自分の好きなタイミングで動画をポンポン出していこうと思いますけど、というわけにはいかず、まあ、動画投稿に関しては今まで通り不定期なんだけども、今回のお知らせが一つあって、3万人突破に伴いサブチャンネルの方を開設しました。サブチャンネルっていうか、ゲーム実況用のチャンネルですね。新チャンネルの名前は、その名も岩ゲームズ。岩下スティーブンがゲームやるから岩ゲームズって、すげえそのまんまなんだけどね。チャンネル自体はもう存在してて、まあ、この動画の最後と、あと概要欄と、あとこれ以降投稿する動画のコメント欄の方にも新チャンネル開設しましたっていう宣伝はちょいちょいしていくと思うんですけど、皆さんよろしかったらね、登録の方よろしくお願いします。実はもうね、そのチャンネルの方で1本動画上がってるんですよ。記念すべき1回目はゲーム実況というかアプリ紹介で、ジョジョのピタパタポップチラ見せというね、ジョジョの奇妙な冒険のアプリの紹介をするっていう動画が上がってるんでね、よろしかったら見てください。まあ、なんでね、これからはこのアプリのゲームだったり、据え置き型のゲームとかの実況なんかもそっちの方に上げていくと思うんでね。で、この度普通のゲーム機での実況を行うにあたって、いろいろ機材もね揃えたんで、こっちの開封動画の方もまた後日出していきます。今回は3万人感謝と新チャンネルの解説、あともう一個、まあそんな大げさなもんじゃないけど、今後についてなんだけど、こう未だにやるって言っといてやってなかったりできてなかったりすることがちょいちょいあるんですよね僕。例えばね、彫像稼働の第4部を一通りまとめて揃いましたよっていう動画も撮ってないし、あと仮面ライダーファイズのガワコスの方もね、まだ全然作ってる最中で、まだ3割4割ぐらいしか進んでないんですよね。どんだけスローペースだよって感じだけど、ファイズのガワコスに関しては実はちょっとお披露目できるものが1個あるんで、そちらもゆくゆくは紹介していこうと思います。あとね、コメント欄やら Twitter のリプラン、 DM、 質問箱、いろんなところに来る、僕の部屋にある本棚、フィギュア棚の紹介動画が見たいっていうね、リクエストをね、まあまあいただくんですけど、なんで本棚紹介のリクエストが来てんのにやらないのかというと、単純にね、いろいろ見せられる状況じゃないんですよね。特に漫画の方がね、減ることがほぼなくてね、どんどん増えてくもんだから、いろいろ収まりがついてなくてね、実を言うとね、ちょっと前からこれ、ここにね、カラーボックス3段のカラーボックスを買ってはあるんですよ、本棚にしようと思って。買ってはあるんだけど、肝心のこいつを置く場所が決まってないっていうね。まあ、リクエスト来てるけど無視してるとか、意地悪で動画を作ってないってわけじゃなくて、単純にこう見せるための準備がいろいろできてないんですよね。とりあえず目標、年内中にこいつの居場所をなんとか作って本棚紹介の動画は撮ろうと思います。 Coming soon。まあそんなわけでね、いろいろ話してきましたけど、3万人突破本当ありがとうございます。目指せ3万100人。今何人だ。あ、3万215。じゃあ3万300人頑張るぞ。というわけで、サブチャンネルの岩ゲームズともに今後ともよろしくお願いします。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。